ゼマックスレンズメカナックスは、米国ゼマックス、LLC 社が開発、販売している、高額メカ設計者向け3次元化なダドルプログラム上で、高額機械設計のパッケージ化、解析、検証ツールである。2016年にソリドワークス版、2018年に PTC クレオパラメトリック版が、正式リリースされる。日本国内では、日本法人のゼマックス、 ジャパン株式会社が製品の販売とサービスの提供を行っている。ゼマックスのレンズメカナックスは高額メカ製品の開発プロセスにおいてオプティックスツジオで設計した光学系に対してソリドワークス上でメカ部品をパッケージ化する光学メカ設計者向けのソフトウェアである。レンズメカナックスをオプティックステュデジオと組み合わせて使うことで光学技術者と 機械技術者のワークフローの無駄をなくして合理化する。レンズメカナックスでは、オプティック Studio から、ソリドワークスに、広角アセンブリを直接読み込むことができ、IGES、STEP ファイルを不要にしている。IGES、STEP ファイルなどの3次元カナダドルの中間ファイルを省くことで、ファイル変換時の形状の問題を回避し、オプティック Studio で設計された。 寸法、薄膜、材料などの光学データを含むソリドワークス部品として光学系を取り込むことが可能である。光学メカ設計者がソリドワークス上で問題の発見、原因の特定、設計の修正を行うことが可能である。レンズメカナックスではオプティックス・トゥディオと同じノンシーケンシャル光線追跡機能アルゴリズムを実装しソリドワークス上で 光線追跡を行うことで、メカ部品を追加した後の光学性能の変化を解析することが可能である。光学性能表を使ってシステムの検証を行い、深い光学知識がなくても容易に合否判定が行える。オプティックス u d デオの光学性能基準値を参照し、スポットサイズ、ビームクリッピング、画像劣化の検証が行える。 イメージビューアによりシステム視野全体の検証ができる。レンズメカナックスライセンス形態はサブスクリプションになる。1991年にゼマックスの開発者ドクターケンムーアによってゼマックスデベロップメントコーポレーションを設立された。2011年にレディアントイメージング社と合併し、レディアントゼマックス LLC となる。2014年にレディアントゼマックス LLC のゼマックス事業部がアーリントンキャピタルパートナーズへ事業売却されゼマックス LLC となる2016年に日本法人のゼマックスジャパン株式会社を設立2016年に工学メカ設計者向けのソリドワークス版のレンズメカナックスをリリースし2018年に PTC グレオパラメトリック版をリリースした開発元のゼマックス LLC の遠隔は次の通り、ありがとうございます。